はい、こんにちは、じゅんです。今回はマイケルゴルフ TV のマイケルさんとコラボでございます。よろしくお願いします。マイケル長谷川ですこれ慣れてきた慣れてきました慣れてきた、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回の動画は、はいはい、私のゴルフクラブ、はい、ギアについて、うん、アドバイスというかコメントをいただきたいなと思います。ギアね、はい、いや僕らはね、あの、うん、要は技術をこう教えるプロじゃないですか。はい、だからあまりね、あのギアのせいにできないっていうのもあって、うん、普段は あんまり言わないわけですよ。はい、がしかし、ね、がしかし、やっぱ用具を使うものなんで、うん、これめちゃくちゃ大事です。そうですね、はい、ということで、はい、今日はね、はい、そういうクラブのことについて、はい、そうですね、ですけども、はい、まあ一個一個の運があると思うんだけれども、うん、僕はね、実践型なんですよ、はい、どちらかというと、うんうんうん、で実践で結果を出すには、まあ、どういうことが必要かな、まあ、スイングだったらこういう動きが必要だよねとかあるんですけど、はい、クラブにおいてもあって、うんうん、コースって、はい、練習場と違うっていうのはなんとなく皆さん分かってる、うん、練習場みたいに打てないみたいな、よく言うじゃないですか、うん、よく言いますね。当たり前なんですよね、うん、それっていうのは、はい、っていうのは一発しか打てないっていう難しさがあるわけですよ、はい、そうですね。それもメンタルもあるでしょう、うん、あるんだけれどもメンタルじゃないんですよね、これ、うん、メンタルもあるけれども、うん、それだけじゃない、はい、これはね話していきたいと思います。お、はい、よくあるのが、はい、練習場ではうまく打てるクラブなんだけど、うん、コース行くとこのクラブだけうまく打てないんだよなってのがないですか。 ありますね。クラブの全体の流れでいうと、はい、何が、例えばよく言うじゃないですか、なんかドライバーが調子いいんだけど、うん、なんかアイアンがとか、うん、アイアンが調子いい時はドライバーがいいみたいな、うん、よく聞いたりするじゃないですか。ありますね、ね、ざっくりとそうだし、はい、例えばその全体の流れの中で、はい、なんかドライバーとなんかうまくいくんだけど、うん、なんかうまくいかないみたいな、ありますね。ありますね。まあ、ウッドがちょっとやっぱ打てる日と打てない日と、うん、こうありますね。あ、ウッドでいうと例えばもうちょっと具体的に言うと5番ウッドが特に打てなくなりやすい、うん、なりやすい、はい、その時は7番ウッドは打ちやすいとか、7番ウッドは打ちやすいですっていうことですよね、はいはい、だからそういうのって、まあ、でも同じね、今日はテラメイドでしたっけ、はい、テラメイドのヘフェアウェイトを使っているんだけれども、うん、まあ、同じスペックで使ってるわけですよね、はい、そうですね。だけれどもなんかこう番手によってそういうのが違うと、うん、そうですね、いうことなんです、はい、それってじゃあなんでそういうのがあるかっていうと、うん、ずっと隠してるちょっと恥ずかしいんですけどこれね、はい、今日はねクラブの総重量フローっていうのを揃える大切さっていうのを話していきたい、うん、これねめちゃくちゃ大事なんです。なるほど。で皆さん感じ取ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、うんうん、ゴルフクラブの総重量ってあるじゃないですか、はい、例えばドライバーだったら例えば 300g あるじゃないですか、うんうんうん、でクラブって短くなるにつれてクラブっていうのは重くなる軽くなるどっちですか、はい、重くなる、軽くなる、本当ですか、短くなる、長く、長いものから短くなるにつれてクラブの重さは軽くなる、間違ってます重くなる、重くなります、重くなるんですね、重くなるんです。そっか、そう、ドライバーが一番軽くて、うん、いわゆるサンドウェッジみたいな一番短いクラブが重くなってないといけないです。なるほど。でもうすごい今日はざっくり話します。こういうの細かくやってると2時間かかっちゃうんで、はい、ね、2時間お付き合いしていただく方なかなかいないと思いますね。今日はね短くコンパクトにシュッと大事なこと言ってきたんですけど、はい、まあ、そうざっくり感じても理解してもらいたいのは、はい、長いクラブが一番軽くて、うん、短いクラブが一番重くならないといけないんです、はい、分かりました。そうすると、はい、ある程度のグラフできますよね。そうですね、長さに対して、クラブの重さのフローができてくると思うんですけど、うん、これが一直線上に揃ってないと良くないんですね、うん、はい、うん、じゃあこれをちょっと今日はね、ジュンさんのクラブをですね、はい、ちょっと測って、はい、見たいと思う、はい、本当にそれが違うのかどうかね、はい、じゃあちょっとチェック、まあ、そんなわけでですね、はい、こうやっていきたいと思いますけれども、はい、これ重りを測る機械です、はい、最新式です、はい、最新式の、最新式っていうと、はい、どういう意味、これデジタル、あ、デジタルこれ僕がパン焼く時のね、この測り持ってきました。今日パン焼くやつ、僕のパン焼くんで、ね、あ、そうなんです、ね、そうです。じゃあ今度パン持ってきます、ね、パンぜひ食べたいです、はいはい、そんなわけでね、どうでもいい話なんですけど、はい、じゃあまずですね、ドライバー測りました。ジュンさんのドライバー
278g って書いてありますね。はい、今 278g でございますね、はい、先ほど言ってた、まずはちょっとこの一番短いサンドウェッジね、はい、これは、はい、じゃあもう一回、重いから重くなるよね、300、まあ、だから270、それ以上にはあるあるっていうことですよね。なってなかったらさっき僕の言ってること間違えた。ただこれが472だから、これは、はい、いやこれが一番重いクラブになりますよっていうことなんですよね。そうですね、はい、これ分かりましたよね、はい、だから長くなるにつ 長いところから短くなるにつれてクラブっていうのは重くなっていかなきゃいけない、はい、大体一番手ごとに 10g くらい、一番手ごとにね、はい、そう、それっていうのは長さによるんで、うんうん、番手ごとに 10g っていうのはちょっと正確に言うと間違いなんですけれども、はい、ざっくりそんなもんっていうことなんですね、はい、何言いたいかっていうと、番手ごとにやっぱり 10g ぐらい、 10g 弱は番手の重さの差がないといけないってことですよ。これをちょっと最初に大前提として覚えてくださいね、はいはい、じゃあ今ドライバーが200 279、さっき8だったような気がするけどね。そうですね、ちょっと最新式なんですか。最新式なんですか、はい、で今純さんの場合はスプーンがないんで、はい、次5番ウッド、はい、はい、5番ウッド307、まあ、およそだから途中間にスプーンがね、そうです、もう合ってるじゃないですか、はい、合ってるじゃないですか、307覚えてくださいね、307、はい、307覚えてくださいね、はい、次7番ウッド、あれ、はい、これやっちゃってますね、308、はい、やっちゃってますこれ、え、はい、やってますこれ、はい、ほぼ同じでしょ、うん、ほぼ同じでしょ、ほぼ一緒、なぜ本当だったら307だから316とか7なんだけど、うん、で次 UTT330、まあ、これは合ってるよね、合ってます、合ってるよね、はい、ってことはこのスイングのこれちょっといっぱいあるんで、今日時間尺の関係でちょっとここまでに短縮しますけれども、はいはい、今ここまでを見てもドライバーからの流れでいうと、はい、さっき5番ウッドって言ったけど7番ウッドがずれてる、うん、フローの流れの中から要は7番が軽すぎるわけですよね、うん、はい、だから練習場で7番ウッドを毎回こうやって打ってたらナイスショットは打てるんだけど、うん、一発勝負で7番ウッドを打とうとすると、まあ、仮にドライバーとか5番ウッドがうまく打ててる日に一発勝負で7番ウッドを打つと傾向としてはトップしやすくて左引っ掛けやすい、うん、左行きます、7番引っ掛かるでしょ、7番引っ掛かります、そう、7番の特性で引っ掛かってるんだなって思ってるのかもしれませんけれども、うん、基本的に今この重量のフローがずれてるんで一発勝負のそのコースでは引っ掛かりやすいんですよ、うん、引っ掛かりやすいです、はい、だいたいもうこういう、うん、ブーンって行きますね、なりますよね、はい、だからこれを単純に 7-8g 重くしてあげれば、うん、はい、その悩みっていうのは解消される、うん、なるほどね、これねすごい大事なんですよ、はい、でよくね練習場で指導とかするじゃないですか、7番ウッドいいなって、何パスも打ったら誰でもね、だんだん打ってくるわけですよ、まあ、そうですね、はい、はい、だけどコースっていうのは1回しか打てない、うん、だからその、自分のセットの流れ重量フローに対して合ってるのかどうかっていうのをやっぱりちゃんと把握する必要があるんですね、うん、これ本当アイアンから全部やっていかなきゃいけないんですよ、はい、でよくそのさっきの話じゃないですけど、うん、ドライバーが調子良くてアイアンの調子悪いっていうのはドライバーとアイアンのフローが合ってないとかねありますから、うんうん、これは全部調べていくと出てくると、うん、これ誰にも言ったことでもあるじゃないですか、そうですね、僕のは最新ですけど、パン焼いてるだけです、パン焼いてるだけです、そう、はい、そういうことなんですね、なるほど、うん、分かります、ちょっとそうですね、はい、分かります、分かりますか、はい、番手が短くなってきてるのに、うん、同じあるいは逆転してる人もいるわけですよ、あ、なるほどね、本当はこうやって重くなっていかなきゃいけないのに軽くなっちゃってる人っていうのは、うん、絶対このクラブっていうのはうまく打てないんですよ、うん、うん、そうなんで、ね、まずは自分のですね、うん、そういう覚えのある人、そういう表現でいいのかな、うん、そういうのってやってると、あ、なんだまたやっちゃったよってなるじゃないですか、うんうん、一般的に7番ウッドって簡単に優しく打てるクラブなのにやっちゃったよみたいな感じになるんですけど、うんうん、そうじゃないと、ちゃんと自分の合ったクラブのフローになってれば、うん、それって、それがもし合ってたとすれば、それは、うん、別の要素になってくると思うんですけれども、うんうんうん、おそらくそのね、多分そこのクラブだけうまく打てないっていうのは、うん、重量フローがずれてるっていう可能性がもう極めて高いということです、うん、クラブのギアのセッティングの中で結構重要な要素、うんうんうん、よくね、まあ、アイアンでいうとこの雷角、うん、雷角もめちゃくちゃ重要なんですね、
これはめちゃくちゃ重要なんですけど、もうそれに匹敵するぐらい、はい、もうこの重量フローっていうのは、はい、もう今その目の前のミスショットにつながるものなんで、はい、そう。じゃあ皆さんもね、一回ちょっと測ってみて、うん、自分のクラブがどういう重さでなってるか、うんうん、チェックしてみてもらいたいなと。そうです。はい。そうですそうです。重要なポイントだそうです。重要です。はい。そうなんですよ。だから同じシャフトが入ってますよね。よく同じシャフトで揃えたんだよと、はい、同じメーカー同じシャフトで揃えたんだよって言ってたら、うん、合ってない可能性があるかもしれない、うん、騙された。騙す、それはちょっと重くしてあげないといけないと思う、ね、うんうんうん、だからほらここに鉛を貼るとかするだけで、うんうん、合ってきたり、鉛のねネタやったじゃないですか。過去動画見てください。はい、過去動画鉛、ね、はい、やりましたね。鉛あの時にはヘッドに貼りましたけど、うん、まあ、重さだけ出すんだったらこの手元に貼ってもいいし、うんうんうん、足りないグラム数だけをちょっとどこかに足すっていう形で、うんうんうん、はい、まあ、重量をね、はい、変えていただいてもいいかなというふうに思います。はい、はい、なかなかね、なかなかちょっと初めましてでした。こう測るの初めてだったんでびっくり。僕もそのギアについてはあまり話しないんで、うん、そうですね、うん、なんか新鮮でした、はい、うん、とても大事だと思います、はい、マイケルさんのチャンネルの方も皆さんぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。バイバーイ。